します。まずよさこい祭り振興会会長青木昭弘がご挨拶いたします。皆さんこんばんは。高野祭の皆様方のおかげで盛況に迎えることができました。第66回よさこい祭り、県外海外72チームを含む207のチーム1万8000人の踊り子さんたちが参加をしていただきました。令和元年にふさわしいビューティフルでハーモニーな踊りをお届けしていただきました。10日11日の本番で審査をされまして、そしてよさこい大賞にはトラックよさこいシフレが大賞を受けました。そしてそのチームを含む22の受賞チームが今夜高野祭で皆さん方にその華麗な踊りを披露していただくことになります。参加チームのエッセンスがギュッと詰まった踊りを披露していただけるものと思います。私は開会式の中でも申し上げましたように、このよさこい祭り、これはそれぞれのチームが個性豊かな衣装、そして迫力のある音楽性、さらには躍動感ある振り付け踊るですね、それと相まって鳴る子と踊り子の素晴らしい笑顔が皆さん方と一緒になって素晴らしい雰囲気を作ってくれるものだというふうに理解をしております。笑顔です、これです。皆さんも楽しんでいただきたいと思います。踊り子さんたちもこの笑顔で皆さんに提供をしていただきますので、楽しんでいただきたいと思います。このようによさこい祭りは皆さん方と踊り子がつながる、また踊り子と踊り子とがつながる、つまり人と人とがつながっていき、それが日本全国のつながりになり、そしてまた世界とのつながりになっていくものだというふうに考えております。まだまだ世界に向けてこのよさこい祭りを発信をしていかなければならないというふうに思っておりますので、皆さん方のご支援とご協力を心からお願いをしたいと存じます。よさこい祭り開会期間中に際しましては、県民市民の方々にご迷惑をおかけをいたしまして、温かいご理解とご協力をいただいたことに心から感謝を申し上げたいと思います。最後になりますが、よさこい祭りの参加チームのますますの発展と、そして会場にいらっしゃる皆様方のご協力とご支援、そして一体となって発展することを心よりお願いをいたしまして、私の高野祭のご挨拶といたします。十分に楽しんでください。ありがとうございます。青木会長からのご挨拶でした。表彰式に先立ちまして、第66回よさこい祭りの総評を内田忠義審査委員長にお願いいたします。
ところから失礼します、審査委員長をさせていただいております内田と申します。奈良女子大学という国立大学に勤めております。私91年に高知大学に新米の教師として赴任しまして、その時からよさこいの踊り子をやっておりまして、でよさこいの研究ということで本とか論文とか出しておりますので、このようなおこがましい立場でコメントさせていただこうと思います。今回のよさこい祭りの、踊りというのを 見せていただいて、一つはそれぞれのチームがとてもオリジナリティあふれる、演舞踊りをしてくださったということがあります。以前でしたら強豪チームにとってもよく似ているなと思うようなチームがたくさんあったんですけれども、もちろん振付の先生とか音楽を作ってくださる先生の組み合わせっていうのがあるわけですけれども、それぞれのチームがかなり個性を出そうとして頑張っておられるというところがとっても印象的でした。よさこい祭りというのは変化をする進化をするというのが大きな特徴の、祭りでございます。まあ、それをとってもうまく、進めているという気がいたします。まあ、それは、いろんな方が言っていますけども、自由に創作する、まあ、創作パフォーマンスというのがとても大きい、それでオリジナリティが出るということになります。高知という場所はよさこいの世界では中心になっています。でよさこいがすごいなと思うのは東京が中心ではないということです。大抵のものは東京が中心で、地方というのは中心にはなかなかなれないわけですけど、よさこいの世界では東京は一つの地方にしか過ぎないということがとってもよくわかるということがあります。で、東京が一つの中心でに過ぎないっていうのはなぜかっていうと、鳴子というのをとっても大事にしている。中心であり続けるよさこいにとって鳴子っていうのはやっぱり命のようなところがございますので、ぜひとも鳴子の音色を大事にしてもらいたいなというふうに、まあ、僭越ながら、そういうことを考えながら見ておりました。興行としてはこれぐらいということにさせていただいて、短いお話でしたですけれども、第66回のよさこい祭りが大成功のまま、終了するということで、とても素晴らしいなと思っております。どうもありがとうございました。ありがとうございました。総評を内田忠義審査委員長からお願いをいたしました。それでは今年のよさこい祭り受賞チームの皆さんをご紹介して表彰をいたします。各賞の副賞にはキリンビール、アサヒビール、コカ・コーラボトラーズジャパン、大塚製薬、土佐鶴酒造、司ボタン酒造、土佐酒造、
菊水酒造、日本航空、氷川よさこい祭り実行委員会、鳴子工房、小高さ、高知よさこいライオンズクラブ、以上各社のご協賛をいただきました。ありがとうございました。まず地区共演場連合会奨励賞の表彰です。よさこい祭り共演場連合会長野真嗣会長から表彰状とトロフィーが、コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社高知支店高田正弘支店長から副賞が授与されます。それでは初めに国士無双の皆さんです。賞状地区共演場連合会奨励賞、国士無双殿、あなたのチームは第66回よさこい祭りにおいて優秀なよさこい鳴子踊りを披露されましたのでご了承します。令和元年8月12日よさこい祭り共演場連合会会長長野真嗣、おめでとうございます。賞状地区共演場連合会奨励賞 AU 殿、以下同文でございます。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。続いて俵屋グループです。賞状地区共演場連合会奨励賞俵屋グループ殿、以下同文です。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。続いてサイヤよさこい踊り子隊の皆さんです。賞状地区共演場連合会奨励賞サイヤよさこい踊り子隊の以下の文でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。続いて四国銀行の皆さんです。賞状地区共演場連合会奨励賞四国銀行殿、以下同文でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。続いて四電四国電力グループです。賞状地区共演場連合会奨励賞四電四国電力グループ殿、以下同文です。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。続いて NTT ドコモの皆さんです。賞状地区共演場連合会奨励賞 NTT ドコモと以下同文です。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。続いては祭り三大イフの皆さんです。賞状地区共演場連合会奨励賞祭り三大イフの以下同文です。おめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。
少女地区共演場連合会奨励賞 DD よさこいチームドン伊加藤文です。おめでとう。七福よさこい連岩井みでたの伊加藤文です。どうぞ。おめでとうございます。おめでとうございます。ではリボンでよさこいゆい心の皆さんです。少女地区共演場連合会奨励賞伊加藤文です。おめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。続いて地区共演場連合会地方社奨励賞です。同じく町の会長から表彰状とトロフィーが授与されます。博多様から副賞が贈られます。受賞いたしましたのは七福よさこい連岩井めでた、梼原よさこい塾ありがたやの皆さんです。少女地区共演場連合会地方座奨励賞七福よさこい連岩井めでた殿、あなたのチームは第66回よさこい祭りに参加され創意工夫に富む優秀な地方社を披露されましたので、これを賞します。令和元年8月12日よさこい祭り共演場連合会会長庄野真嗣、おめでとうございます。どうぞ。ちょうどスクリーンに映っておりますので、皆さんそちらもご注目ください。続いて、梼原の皆さんです。少女地区共演場連合会東原奨励賞、梼原殿、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。それではよさこい塾ありがたやの皆さんです。少女地区共演場連合会地方座奨励賞よさこい塾ありがたやの伊加藤君でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。続いて本部共演上賞の表彰です。まずは審査員特別賞です。高知新聞企業布達也事務局長から表彰状とトロフィーが授与されます。副賞授与は大塚製薬株式会社高知出張所中谷純一所長です。はい、賞状審査員特別賞帯山筒氏殿、あなたのチームは第66回よさこい祭りにおいて優秀なよさこいなる踊りを披露されましたので、これを賞します。令和元年8月12日よさこい祭り振興会会長青木明弘、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。賞状審査員特別賞二男殿伊加藤君でございます。おめでとうございます。おめでとう。
おめでとうございます。賞状審査員特別賞サニーグループよそこい踊り子隊サニーズとの三角さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。審査員特別賞を受賞いたしましたのは帯屋町筋以南サニーグループよさこい踊り子隊サニーズの皆さんでした。おめでとうございました。続いて銀賞の表彰です。内田忠義審査委員長から表彰状とトロフィーが授与されます。副賞授与はキリンビール株式会社高知支店大石共同支店長です。受賞いたしましたのは天空品戸屋新朝日食品上町よさこい鳴子連の皆さんです。銀賞天空品戸屋新殿、あなたのチームは第66回よさこい祭りにおいて優秀なよさこい鳴子踊りを披露されましたのでこれを賞します。令和元年8月12日よさこい祭り振興会会長青木明弘、おめでとうございます。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 銀賞朝日食品殿以下同文です。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。金賞上町よさこいなるこ連の以下同文です。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。続いて金賞の表彰です。岡崎誠也高知市長から表彰状とトロフィーに合わせまして高知県から提供いただきましたブドリオサの花束が贈られます。高知が全国一の出荷量を誇りますブドリオサの花言葉は栄光です。勝利を呼ぶビクトリーフラワーとも呼ばれています。副賞授与はアサヒビール株式会社高知支社中林圭社長です。受賞いたしましたのはコニア浜町花神楽十人十色です。どうもおめでとうございます。賞状金賞コニア様、あなたのチームは第66回よさこい祭りにおいて優秀なよさこい鳴子踊りを披露されましたのでこれを賞します。令和元年8月12日よさこい祭り振興会会長青木明、どうもおめでとうございます。Gracias.